こんにちは。昨日ですね、原付を納車しましたので練習ということで滝畑ダムまでツーリングしてみたいと思います。買ったのはホンダのジョルの AF70 という型で、9年前に製造された中古になります。約1万キロ走ってますね。右折します。ウインカーを右に出して右に寄っていくと、まだちょっとアクセルの加減が分かんないな。よし、いけるか、いけるか。 OK。 はい、ウインカー切る。自転車の場合はね、常に2段階右折なんですけども、原付はさっきの通り片側2車線までは基本的に小回り右折ということになってるみたいですね。ちょっとその辺慣れないのでまだ少し怖いですけども。はい、ではちょっときつい上りに入りました。今ねフルスロットルなんですけども、時速30キロはギリギリ出てますね。まあまあ意外と上りますね。勾配に合わせてアクセルを調整しながら時速30キロキープする練習をしてみたいと思います。まあまあシミュレーション通りできそうですね。普段あのロードバイクやってるんで勾配に関してはかなり敏感なんですよね。ちなみに私免許はマニュアルの自動車の免許を持ってるんですけども、あの運転は全然してなくてペーパードライバーなんですよね。原付に関しては確か18から20歳ぐらいの時に乗ってただけで、もう今となっては初心者ですね。感覚は完全に忘れちゃってますね。20年以上前なんで。この原付ね、昨日納車したばっかでまだバイク屋から恐る恐る帰ってきただけなんですよね。でいきなり滝畑ダムまでツーリングということでちょっと怖いっすね。今一人ですからね、まあ何かあったら本当にどうしていいかわかんない。ただね、普段ロードバイクやってきてるから行動が怖いとかはまあないんですけどね。大丈夫でしょう、多分。ど素人がいきなり峠道みたいなところに行こうとしておりますけども、まあ、交通量が少ないからね、練習にはちょうどいいんじゃないかなと思っております。慣れた道ですからね、迷うこともないですし、バイクにもちょっと興味があったりするので、最近モトブログとかも結構見るようになりましたね。ちゃんと一時停止守っていくわ。まあ当たり前だけどね、絶対捕まりたくないから。よし、いける。あれ、ウインカー止まってねえな。次左折。なんかブレーキキーキー言うけど、これ正常なんかな。ちなみにですね、あの普段の自転車ツーリングなんですけど、基本的に複数人でやってるんですよ。実は他の人は出演が NG なだけで、実は一人ではないんですよね。まあ仕切ってるのは自分なんですけども、でもねこれは完全に一人でやってます。なのでね、トラブルとかがあるとちょっと嫌ですね。まあ何にしても嫌ですけど。はい、ここは、関西サイクルスポーツセンターに向かう坂なんですけども、まあ全開で行くと30キロ出ますね。やっぱりまあロードバイクでどんな頑張ってもこんな坂、普通の人だったら時速15キロとかしか出ないじゃないですか。10キロとか15キロ、この世界で一番効率的な人力でそれですからね。だから人間の力っていうのはいかに非力かっていうのが分かりますよね。あ、自転車と全く違うところがあるんですけども、エンジンブレーキですね。自転車は下りだとブレーキしないとね、どんどん加速しちゃいますけどね。時速60キロぐらいまで勝手に出ちゃいますけども、そういうことはまあないですね。スクーターはあんまりエンジンブレーキは効かないとは聞いてますけども、あのもしかしたらこれを見られている方は原付とかで検索されて
来られた方もおられるかもしれないので一応言っときますと、普段は音楽制作だったり自転車でのロードバイクでの長距離ツーリングだったりヒルクライムだったり、そういうちょっと頑張る系の動画を上げてたりします。その中でツーリングそのものだったりアウトドアに興味が出てきまして、荷物をねいろいろ積載する必要が出てきたので原付を購入したという形ですね。自転車はねもちろん運動目的で続けていきたいと思っております。ちょっとね写真撮ってました。めっちゃ寒いですね。行きましょう。おお、すげえ気持ちいいな。この景色好きだわ。今度は自転車動画を見ていただいている方に向けてなんですけども、今後はですね原付とかバイク関係の動画とかもやりたいと思ってるんですけども、チャンネル分けた方がいいですかね。個人的にはまあ何でもありでミックスでいきたいんですけども、自転車で見られている方っていうのは多分これ興味ないと思うんですよね。まあ個人的なね旅の思い出を記録しておく置き場なので、どうしようかなとはまだ悩んでおりますけども、やってることはねそんなに大きな差はないとは思ってるんですよ。自転車とか非力な原付で山道走ったりツーリングしてるということなので、もし中型のバイクとか乗り始めたらまたそれは方向性が違ってくるとは思うんですけどね。はい、細い道を抜けました。これから竹肌ダムに向かう最後のきつい上り坂になります。さあこの可愛いジョルノ君がどこまで頑張ってくれるのでしょうか。お、これくらいなら時速30キロ出ますね。めっちゃ必死で頑張ってる感ありますけども、前のバスが時速30キロで走っててなんとかついていけてますね。おー頑張れー。これも結構楽しいですね。見えました、滝畑ダム。自転車だとね一緒に頑張るっていう感じなんですけども、これは連れて行ってもらうっていう感覚に近いですね。このトンネルを抜けたら滝畑ダムですね。めっちゃ久しぶりだな。よし、到着しました。左折します。バスともお別れ。ここかな。自転車じゃないから駐車場に止めないといけないね。ん、おっちゃんがなんか集まってやってんな。ふう、オッケーオッケー、無事に到着しました。ん、こうか。じゃあちょっと歩いてみますか。結局1年以上来てないのか。久々すぎるな。なんか前動画で頻繁に来ようとか言ってた気がするんですけども、全然来てなかったですね。あいにくの曇天ではありますが、清々しいな。いやー満足満足、また来ましょう。ではでは、一応トイレ休憩しときましょうかね。なんかまだハンドリングがふらつくな。まあ一応動画撮ってるからっていうのもあって制限速度はちゃんときっちりと守ってるんですけども、30キロ制限やっぱすげえ遅いな。ロードバイクでもね40とか出せるから、これはちょっと早々に普通二輪の免許も取りに行きたいですね。ただね教習所が全然空いてないんですよ。世の中のせいもあってバイクブームらしくて、なんかねブームに乗っかってるみたいなのも個人的にすごく嫌で。おお、ロードバイクいますね。いやーエンジンに甘えちゃってますわもう。はい、到着しました。では一回ここに寄って、前にロードバイクで来たちっちゃい橋まで行ってから帰りたいと思います。はい、では再出発。ちょっと奥まで行ってから帰りましょう。なんでこのジョルノにしたんだという話をちょっとしとこうかと思うんですけども、最初はねゆるキャンの影響でビーノとヤマハのビーノとあれに出てくる同じようなヘルメットの組み合わせで考えてたんですけども、なんかねそこまで振り切ることはできずに
まあ、チキンハートですから、まあ、若干 B のより男性寄りかなということでこの色のジョルノにしましたね。結構これは見て一目惚れって感じでしたね。可愛くないですかこれ。よし、目的地到着です。 U ターンして帰りましょう。ではでは、写真も撮れたし安全運転で帰りますかね。もし二輪免許取れたらね、乗り換えると思うけども、しばらくはトロトロと風景を楽しみながら走ってみようかなと。30キロ制限がある原付でしか楽しめない優雅な景色もあるでしょうからね。ある意味ね、縛りがあるっていうのは贅沢なんですよ。それはもちろん自転車でも自らの力で到達したから見える景色が違うようにね、今のうちにこのねのんびりした景色を楽しんでいきたいと思います。ではでは、初のモトブログ風動画でしたけども、自転車動画の合間にこういうのも上げてもよろしいでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。